はい、さい、今回は浦添市にある浦添大公園に来ています。まあこちら公園どのくらいぶりかな、去年年末ぐらいに来たんで、まあ、2、3ヶ月ぶりだと思うのですが、こちらもねもう桜が咲き終わる頃なのかな。ございます。ここの桜ってもう終わりかけですか？そうだね。もうちょっと前は満開だったんですか？ちょっと来るの遅かったですね。そっか、ありがとうございますね。ちょっと来るのが遅かったみたいなんですが、まあそれでもね残ってるんでよかったかなって感じはするんですが、もうねすっかり葉桜、葉っぱもね一緒に生えちゃってはいるけれど、まあそれでも十分綺麗か。ほんと濃いですよね、沖縄のヒカンザクラは。カンヒザクラとかね、ヒカンザクラとかね行ったりしますね。ちょっとここの桜はさっきのよりはちょっと薄いのかな。こんな感じでね、木によってね濃いかったり薄かったりするのがねまた面白さの一つですよね。というか今日の沖縄晴れてるんですよ、ありがたいことにね。遠くにはね東シナ海もちょこっと見えたりしています。せっかくね晴れてるので、まあ、前回ね3本ぐらい大公園の動画を撮ったんですが、またねちょろっと浦添城グスクぐらいまでは映してこようかなってな感じで、今からね浦添城跡行ってみたいと思います。こちらの建物は浦添郷土霊館かな。青空がいいな。はい、花も咲いてていいですよね。こちらはハイビスカスですか。ここの桜も鮮やかでいいね。ちょっとね来るタイミングは遅くなっちゃったんですが、それでも、もう2月後半のね、まあ、冬の景色とは覚えないようなね鮮やかな景色が広がってていいですね。ああもうこことかも完全に葉っぱですね。桜も緑の葉っぱをつけている感じです。今年はね暑くなったり寒くなったりしてたんで、結構まばらに北部の方でもね桜が咲き出して、一気にね開花っていうのはね多分行われてないと思うので、意外といっぱい咲いてても七分八分咲きとかそんな感じだったかもしれないですね。一気にね咲いてくれたらまあね短期間に集中してどっと咲くので見応えはいいと思うんだけど、そのタイミング逃すとねもうポツポツしか咲いていないっていうねデメリットがあったりする一方、こんな感じでねまばらに
咲いちゃうと、まあ見るね、見れる期間は長いけれど、あちこちね満開の桜っていうのがね見れないデメリットがあったりしてね、まあいろいろ良し悪しがありますよね。でも少ない本数しかね桜が咲いてなくても何本かね見れるだけありがたいですよね。こちらの芝生の広場をね通り過ぎるとフラソエグスク、フラソエヨードルがありますね。すごいよねこの、なんていうのかね、こんな覆いかぶさったねやぶっぽい感じで、大自然ですよね。綺麗に手入れされてるからお散歩してても気持ちいいですね。琉球松ですね。見えてきましたね。今日みたいに本当に晴れてる日はね最近の沖縄にして珍しいんでね、アンコールと遊んでますね。あ、こちら草が伐採されてるな。大きな芝生なってますね。はい、こちらですね、フラソエヨードレ、フラソエ城跡です。すごいなやっぱり。私は釣られたかな、めっちゃ咲いてます。咲いてるっていうか生えてるね。前ね、こちらはね戦争でちょっとね破壊されてね修復されて作り直された城跡なんでね、おそらく世界遺産にね登録できなかったと思うんですが、まあ、それでもね全部が作り直されたわけではないのでね、昔の沖縄を感じることがね多少はできると思います。まあせっかく本当に沖縄がここだけこれだけね晴れてくれてるので、もうちょっとね浦添城もね中に潜入していこっかな。歩きづらいな、結構モフモフが10センチぐらいね伸びてるのかな。そう、力ですね。よいしょ、石畳みたいなね坂もいいですよね、道も。眩しいな、それにしては。今の時刻、午前11時くらいかな。なんでね、まだ
若干太陽も傾いてるんですが、こちらは昔の写真ですね。じゃあここの雰囲気も最高なんですよね。岩のね、隙間を通って縄文があって、はい、こちらがね、浦添グスクのね、中にある両通りですね。ちなみにお墓になっています。このね、左側のね、墓室、エイソ王陵と、ね、言われててね、こちらがね、少年王のね、お墓と言われてますね。あれ、逆から、どこだと書かれてると思う。墓室は向かって右の西室がエイソ、少年王と演奏か。よし、磯広通りも止まってるね。はい、というわけでね、今回浦添大公園からね、桜の様子を見に来たんですが、ちょっと時期が遅くてもうね、咲き終わりで、まあそれでもちょこちょこね、咲いてたのが見れたのでよかったです。まあそれから浦添用土でね、浦添城跡来てみてね、晴れてる沖縄なんでね、景色が鮮やかでいい動画が撮れたと思います。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。